レルヤ今日私は歴代史三35章20節から24節の御言葉を通してヨシアの死とアルマゲドンという題名で御言葉を語りたいと思います。最近ニュースを見るとロシアとウクライナの戦争に対する、えー、混乱の記事が多く出てきますけれども特に、えー、ガソリンスタンドに行くと価格が どん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 上っていることを皆さん皮膚で感じると思いますニュースを見ていたんですけれどもスリランカではこの戦争のせいで経済的な苦しみがとても多くてもう暴動を起こしていると語っているのを見ました聖書を見ても世の終わりにはこのようなことが起こることを語っています ルカによる福音書21章25節を見ても、えー、そして人、月と星には全長が現れ地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩むと語っていますルカによる福音書21章は世の終わりについて語っておられる見言葉でありますここを見ると、えー、海と波が荒れるとその中で不安に陥って悩むと語っていますね どれほどの海と波が荒れることによって、えー、どよめくのかと思うかもしれませんけれども、これはイザヤ17章12節の御言葉の、えー、内容を語っている御言葉であります。イザヤ17章12節を見ると、ああ、多くの国々の民がざわめき、海の轟きのようにざわめいていると、ああ、国民の騒ぎ。 大水の騒ぐように騒いでいると語っていますね。本当に波と海の音ではなくて、民族が、国々の民が騒ぐことが、大水、海のようであり、また波が来るような、そういう音であると語っているわけですね。大勢の,その国民の騒ぎのことを記しているということです。今私たちが えー、聞いている、見ている、このニュースの内容と同じような状況のことを意味しているわけです。では私たちクリスチャンはどうして、えー、歩むべきでしょうか信徒は聖書を通して時代の状況を正確に悟らなければいけません。私たちは今どのような時代に、どのような時点にを暮らしているのかを見なければいけません。また信仰を最後まで守り、 御言葉だけをつかんで中心を守っていくことが重要なわけです。今日私はヨシアの死について、またアルマゲドンについて御言葉を語りたいと思います。今日の本文を見るとヨシアの死について記録されています。ヨシアは南ユダの最後の良い王でした。ただ、えー、良い性格のいい人ではなく、 本当に優しく、また本当に良い人であったと、善良な人であったと語っています。立法を発見してから全国民を悔い改めさせ、神様の御言葉の前に導いた運動を始めた偉大なる王でした。しかし、その死を見るとですね、とても悲惨で、また、 悲ししい死でありましたその暮らしと対照的に見ることができないほど厳しい結果をもたらしているわけです。生きている時はとても良い善良な方だったんですけれども終わりの時にはとても悲惨な死に方をしました。ヨシアの死がですねどのようにアルマゲドンと関係があるのかを今日見てみたいと思います。 まず一番目にアルマゲドンの戦争はどのような戦争でしょうかヨハネの目視録を見ると3箇所に世の終わりの戦争について記録されています。目視録16章13節から16節また目視録19章11節から21節また目視録20章7節から10節に記録されています。 戦争について、世の終わりの最後の戦争について語っていますね。この見言葉を見てみると、同じ戦争を意味しています。アルマゲドンについての内容をですね、他の角度から記録している内容であります。特に、目白く20章には、この戦争を、えー 国と国とマグマゴ国との戦争であると語っています。20章7節を見ると、しかし、千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグの、国とゴ国を惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集すると語っていますね。ここを見ると、諸国の民を国とマゴ国と語っています。 ですから、この戦争をゴグとマゴグとの戦争だと語っています。しかし、同じ内容です。その戦争に参加する国の名前を意味しており、アルマゲドンはその場所を意味しています。同じ戦争なんですね。どこで起こるかというとアルマゲドンで、また誰が争うのかというとゴグとマゴグなわけです。 じゃあこのアルマゲドンというのはギリシャ語の発音です。もともとはヘブル語なんですけれどもそれをギリシャ語に書いたのがこの単語なんですね。ヘブル語ではハルマゲドンです。ハルマゲドン。それは春というのは山という意味です。山。また、えー、マゲットンというのはメギトですね。メギト。ですから えー、メギトにある山という意味なんですねそこで最後の、えー、戦争が起こるということです今日の本文を見てもヨシアもどこで死にましたかもちろんエルサレムに来てから死にましたけれどもその傷を受けた場所がメギトでしたですからヨシアが死んだその戦争と世の終わりの戦争が、えー つながりがあるということなんですね。ヨシアの死は、世の終わりのアルマゲドに対する教訓を与える戦争であったということです。では、このゴグとマゴグ、これは誰でしょうかゴグとマゴグは誰でしょうかじゃあ、エゼケール38章、2節を見ると、エゼケール38章、2節を見ると、人の子よ、 メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け彼に予言してと語っていますね。エゼケル38章と39章はゴグとマゴグに対する内容が記録されています。また38章5節から6節を見るとペルシャとクシュとプテも彼らと共におり皆盾と兜をつけていると。ゴメルとその全ての軍隊 北の果てにペテ、トガルマとそのすべての軍隊それに多くの国々の民があなたと共にいると語られています神様がこの四方から国々を集めて戦争世の終わりの戦争をお互いにですね争わせて審判すると砂漠と語られているわけですでは この国々は今日のどのような国なのかを見なければいけません。まず、ゴグとマゴグとメシェクとトバルは北,北側から出てくる王です。また、ペルシャは東側、クシュとプテは南と西、また、ゴメルとトガルマは北側から出る王です。ユダヤ人の 有名な歴史家であるヨセフス。ヨセフスはこの魔クは好きたい部族だと語りました。この人たちが誰かというと、今でいうシベリアに暮らしている人々を意味しています。シベリアに暮らしていた古代に暮らしていた人々が好きタイ族です。次にロスは誰かというと、 ロシアです。ルス族だと言われています。ルス。また、メシェクは、メシェクはえー、モスクワですね。また、トバルは、シベリアにあるトボルスクという、えー、都市があるんですけれども、昔はそのトボルスクがシベリア地域の首都であったと言われています。ですから、ゴグとマゴグ。 メシェックトバル、みなロシアの地域、シベリア地域の古代人のことを意味しているわけです。また、ペルシャは、えー、イランですね、アフガニスタン。また、クシュは今のエチオピアです、アフリカですね。また、えー、プテは今でいう北アフリカにあるリベアと、えー、アルジェリー。 とかまた、ゴメル、トガルマはトルコ、えー、この国々を見るとですね地図を見ると、えー、分かりやすいと思いますけれどもここを見るとイ,イスラエルがありますね真ん中にイスラエルがありますイスラエルを中心にして東西南北に、えー、分散しています 北に行くとモスクワがありますね。これすべてがロシアです。今、戦争が起こっているウクラ,ウクライナ。こちら側が、えー、ルス族が暮らしていた場所であります。モスクワがメシェク。マゴクはシベリアに暮らしていた者たちであります。またトルコ,トルコはゴメル。 また西側、左側がプテです。またエチオピア、またクシがありまた東側がペルシャですね。イラン、アフガニスタン、ペルシャです。ですから、このエゼケール38章と39章、また、黙示録20章に出てくるこの国々はですね、今イスラエルを中心に四方を覆っている、囲んでいる。 神に敵対する国家を意味しています。ですから、黙示録ではこの国々がですね、名前を直接的に書くのではなく、黙示録では代表的な名前だけを記録しているわけです。ゴグとマゴク。神に敵対する国々の代表としてゴグとマゴクを記録しているわけですね。ですから、今、ロシアとウクライナが今、戦争していますけれども、 このような代表的な国々が問題なわけです。ロシアがですね。ですから、聖書の予言をしっかりと私たちも見なければいけません。この国々を導く獣がいるんですけれども、その獣の特徴は何かというと、死んでいるかのように見えるんですけれども、生き返るものであると語っています。目視録13章3節を見ると、その頭が、 頭のうち一つは撃ち殺されたかと思われたがその致命的な傷も治ってしまったと語っていますね死んだように見えたけれどもまた、えー、治ったと語っていますそれで全治は驚いてその獣に従うと語っていますこれはどういうことかというと、えー、多くの学者はロシアであると語っていますソ連が滅びました国として亡くなったわけです共産主義もなくなりましたそのように見えましたけれども また今戻ってきていますよねロシアが30年ぶりに復活してですねこのように挑戦しまた戦争を起こしていますでもロシアは共産主義ではないと言いますよね皆さんでも最近のニュースを見るとプーチン大統領どうですか、えー、西洋の記憶、えー 企業が出てきましたよねロシアから出てきました、マクドナルドだとか、多くの企業が出てきましたけれども、その残っている企業がまだあるんですね。その企業について、あなた方が出ていかないならば西洋の企業は国営化すると語りました。共産主義の思想ですよね、社会主義の思想です。 今までにはそう見えなかったかもしれませんけれども、昔のようにですね、共産主義のその思想が出てきているわけです。また、目示録9章16節を見ると、その戦争に参加する軍勢の数が出てくるんですけれども、2億だと語っています、2億。2億人ですね、2億人。では、この2億という数。 その数を動員するためにはロシア一,人では一つではできないわけですね。ロシアだけではなく中国もそこに入るわけです。中国に入ってくれば、えー、その世の終わりが近づいてくることを見なければいけません。私たちが今世の,の終わりが来ていると言いますけれども、聖書に記録されているすべての予言がです、ね、少しずつ成就しているということを覚えなければいけません。では 2番目に戦争の原因は何ですか、えー、聖書では、えー、偽の霊であると語っています。目視録16章、13節から14節を見ると、また私は竜の口と獣の口と偽予言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く。 万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためであると語っていますね。カエルのような汚れた霊ども彼らが偽の預言者として偽のものを語るわけです。信じない神様に敵対する国々を集めてこの大いなる日の戦いに備えて彼らを集めると語っています。 旧約でもこのような、えー、働きがありました。それがいつかというとアハブの時です。アハブの時。北イスラエルの一番極悪な王がアハブだったんですけれども、アハブとイセベル。そのアハブを審判するときにどのようにされたのかというと、偽の霊を送ってアハブを戦争に、えー、参加させました。その内容が列王記上22章2十。章。 節か二十一節に記録されています。列王記帳二十二章二十節から二十一節を見ると、その時手話をせられました。誰かアハブを惑わして攻めのばらせ。ラモテ、キルアデで倒され倒れさせる者はいないかすると、あれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て、一人の霊と語っています、ね。悪霊です偽の霊そして二十二節を見ると、私が出て行き、 彼の全ての預言者の口で偽りを言う霊となりますと答えたと。それと、あなたはきっと惑わすことができよう、出ていってその通りにせよと仰せられましたと語っていますね。神様は世の終わりの時にもこのように許されるわけです。悪霊がその偽りの霊がえ働くことができるように許されるわけですね。 世の終わりの時に神様に敵対するすべての国々をこのような偽の霊偽りの霊に惑わされるようにして裁かれるということです。その偽りの霊をカエルのような霊だと語っていますよね。聖書ではカエルを汚れたものとして考えています。水にもまた地上でも生きるものなんですよね。水でもなく地上でもないわけです。両側に で済むわけですよね地の。地上の獣でもなく、水の獣でもありません。この偽の霊、偽りの霊に、霊を表すためには、この表現として、えー、適当な、えー、獣なわけですね。また、このカエルの声を聞いてみてください。どれほどうるさいでしょうそのうるさい 音が出てくるわけです。偽りの霊がそういううるさいものなんですね。私たちを惑わせて、混乱させて、神様の御言葉を忘れさせ、偽の偽りの霊に惑わすことをするわけです。ですから、世の終わりにもこのような戦争が起こるということをしっかりと悟ってですね、いつも御言葉をしっかりと守りながら、 偽りの霊に惑わされないように信仰を守り続けなければいけないわけです。このような働きが世界的な舞台で国家の戦争だけではなく世の終わりには個人の暮らしにおいても起こるということを悟らなければいけません。個人の歩み、個人のそういう暮らしにとってもこのような偽りの霊があるわけです。 家庭にも問題が起こり、職場にも問題が起こり、教会の中にもこのような問題が起こることになるかもしれないということです。この偽りの霊をどうするべきでしょうか偽りの霊はですね、人々を惑わし、また人々を興奮させます。興奮させてどうしますか理性を失わせ、感情的に争わせ。その結果 争いが起こるわけですヨシアも同じでした。感情をですね、感情によって行動すれば理性を失います。ですから、世の終わりを生きる私たちはですね、決して惑わされてはいけません。ヨシアが出ていく戦争ではないんですけれども、戦争に出ることによって死にましたよね。私たちもそういう争いに惑わされてはいけません。 特に教会の中ではですね決して惑わされないでくださいいくら教会のために献身して奉仕して献金をしたりとか御言葉を一生懸命勉強してまた伝道したとしてもヨシアのように最後の瞬間にですね間違った判断をすることによってこのヨシアと同じような結果をもたらすかもしれないということですではどのような人がこの 偽りの例に惑わされますか一つ目は、えー、欲がある人です。ヤコブ1章14節を見ると人はそれぞれ自分の欲に引かれおびき寄せられて誘惑されるのですと語っていますね。ヤコブ1章14節に自分の欲によっておびき寄せられて誘惑されるんです。自分の欲です。ですから私たちは自分の全ての欲を捨てなければいけません。 欲が偶像崇拝であると語られていますよねまた2番目には心の中に虚しさがある人、空虚がある人です。心の中が満たされず何か求めるんですね。イエス・キリストの御言葉によって満たし、また精霊によって満たされればいいんですけれども、 その偽りの霊がですね、その心の中に入ってくるわけです。そういう人の中に霊が入って、惑わすわけですよね。ルカによる福音書11章24節から26節を見ても、けがれた霊が人から出ていって、水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、 家は掃除をしてきちんと片付いていましたそこで出かけていって自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのですそうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなりますと語っていますねですから私たちの心の中がですね空っぽで虚しくなっていればですねその隙間に偽の霊が偽りの霊が入ってくるわけですですから私たち自身をですね 御言葉によって満たされなけけばいけません聖書を読んで一生懸命祈りながらまた聞きながら私たちのその心の中に御言葉を詰め込まなければいけませんそうするときに偽りの霊が入ることはできないようになるわけです精霊によって満たされなければいけません精霊が満たされればですね偽りの霊が入るそういう隙間がないわけです 目示録16章15節を見るとですねこの内容はえアルマゲドンの戦争について語られる御言葉ばの中に記録されているんですけれどもアルマゲドンについてえヨハネの目示録16章13節から16節まで記録されていますけれども15節にこう語っています「見よ私は盗人のように来る」「目を覚まして身に着,け着物を着け」 裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いであると語っていますね。アルマゲドンの戦争について語られながらいきなりこのような見言葉を語られたわけです。これはアルマゲドンの戦争に勝利する秘訣であるということです。秘訣です。私たちは目を覚まして身に着物をつけて 裸で歩かなけ歩いてはいけないということなんですね。今日の本部に出てくるヨシアは自分の衣を守りませんでした。着物を守りませんでした。昔はですね、服が人の身分を意味していますよね。王は王が着る服がありましたし、妻子は妻子の服を着ました。また庶民は庶民の服がありましたよね。各自服があるわけです。 しかし、ヨシアは今日の本部を見るとどうしましたか歴代茂35章22節を見るとこう語っています。ヨシアが身を引かず帰って彼と戦おうとして変装したと語っていますね。戦争に出るために服を王の服を脱,げ脱いで変装して出てきました。自分の服を守らなかったわけです。では、世の終わりの時、 私たちが着なければいけない信徒の衣は何ですか信徒の着物。ローマ13章14節を見ると、主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけませんと語っていますね。私たちが着なければならない服はイエス・キリストです。その服を守る方法は、肉の欲のために暮らすのではなく、イエス・キリストのために働くことです。 でも私たちはどうですか自分の肉の欲のために心を用いるわけですよね。肉の欲のために信仰生活をする場合があります。そうしてはいけないわけです。目白録19章8節を見ても花嫁は光り輝く、清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いであると語っていますね。この光り輝く服は、 イエス・キリストの神父にくださる服であります。世の終わりの教会が着なければならない服です。それは信徒の正しい行いだと語っていますね。心の中にある信仰が外見に出てこなければいけません。服は外に着るものですよね。心は中にあるものです。信仰は私たちの心の中にあるものですけれども、その信仰が外見に言葉と また行動に現れなければいけないということです。それが私たちの服です。神様の前に栄光を捧げ、賛美するそういう暮らしをしなければいけないわけです。また、ヨシアのように、私たちが争ってはいけない、争いに出てはいけないことです。それが生き残る秘訣です。今日の本文を見ると、猫が出てきますよね。違法の王を通して語られました。ヨシアに。 あなたが出ていく戦争ではないとしかし22節を見るとその猫の言葉を聞かなかったと語っていますね神の見口から出た猫の言葉を聞かなかったと歴代史家35章22節に記録されています違法の王でしたけれども神様の御言葉を語った王でしたですから難しいんですよね 神様も信じない人を用いられるわけです。ですから、世の終わりにはですね、分別する力が必要です。本当に祈りながら、目を覚まして、御言葉ばによって武装しなければ、ヨシアのようにですね、偽りの霊に惑わされることがあります。アハブのようになってしまうかもしれないということです。ヘブル5章12節から14節にはこう語っています。 あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのですとあなた方はかたい食物ではなく父を必要とするようになっていますまた父ばかり飲,む飲んでいるようなものは皆木の教えに通じてはいません幼子なのですとしかしかい食物は大人のものであって 経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものですと語っていますね。硬い食物とまた父の食物、父ばかりのそういう柔らかい食物を分別することができること、良いものと悪いものを見分ける感覚がある人、そういう人にならなければいけないわけです。愛する皆さん、私たちが世の終わりに このような分別力が必要です。見分ける力が必要です。そういう時に、えー、この偽りの霊に惑わされることがないわけですね。ですから聖書の勉強が必要なんです。また祈らなければいけないわけです。また一生懸命各自聖書を読みながら研究しなければいけないんですね。世の終わりにはこのような全世界的な戦争が来ると聖書は語っています。その戦争は 私たちが参加してはいけない戦争です。私たちがそこに出ていく必要もないわけです。しかし、ヨシアのように正義にですね、みなぎるそういう心を持って出ていったら失敗になって終わるわけです。神徒は王のような祭祀だと語られています。祭祀は戦争に出て行きません。 祭祀は御言葉を語り祈りまた聖なる行いをして人々に祝福するのが使命です剣を持って剣を持って争いに出ていくのは使命ではないわけですねヨシャパテがペラカの谷で争った戦争を皆さん覚えていると思います そういう時にその戦争でどのようにして勝利しましたか聖火隊を前に送って聖火隊が3秒しながら争いに出てきた時に3つの国々が、えー、連合をして攻めてきましたけれどもその戦争に勝利しましたよね世の終わりも同じです。皆さん、神道は祭司です。祭祀は争いに挑む。 ものではありません賛美をし、祈り、御言葉を教え、また語るのが使命であります。その使命から離れてはいけません。最後まで私たちに与えられた使命を果たして、また私たちに与えられたその着物を守っていくものとして、最後まで勝利する皆さんとなることを、主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。 今日も私たち神様の恵みの中で守られ神様の宮に出てきて祈り賛美をしまた礼拝を捧げることができるよう導かれ心から感謝いたします死なる神様世の,世の中のニュースを見るたびに世の終わりが近づいているということを悟ることになりますそのような時にもっともっと目を覚まして祈ることができるように導いてください見言葉の中で しっかりと悟り、信徒がどのように暮らしていくべきなのか、神様に導かれるまま、御言葉をつかんで勝利する信徒となることができるよう導いてください。左右に揺らぐことなく、最後まで信仰を守り続け、私たちに与えられた白い衣を最後まで守り抜いて、神様の前に栄光を表し、 また神様が私たちのために争ってくださるその勝利の見業を目撃する信徒となることができるようどうか導いてください。家庭ごとに、また職場やまたこの教会に偽りの霊によって分争が表されることがないように守ってください。精霊によって私たちを導き守ってくださり闇がはびこることがないように暗闇が 襲うことがないように守ってくださり、神様の光輝く、見光だけが私たちの暮らしにおいて与えられるよう導いてくださいいつも目を覚まして歩むことができるよう導いてくださいまた肉の欲に,もの欲によるものではなく、見言葉のために働き、祈り、また神様の見業のために働いていくことができるよう導いてくださいそういう時に神様が私たちを守ってくださり、 世の中でも勝利を与えてくださることを信じてイエス・キリストのみんによって切にお祈りします。アーメン